はい、おはようございます。6月29日です。掛川とありますけど、新東名の掛川パーキングですね。今日は朝5時に家に出て、今6時か。ここまで100キロ、ちょうど1時間できました。今日から2泊3日鎌倉、箱根、小田原旅行ですね。まあ当然この時期雨を覚悟したんですけど、今はポツポツ雨が降ってきていますね。でも今日は日中はそう雨が降らん天気予報なんですけどね。今日はまず鎌倉まで行って鎌倉観光ですね。まあ天気もってほしいですね。ということで朝飯タイム、ここに吉野家の牛丼があるみたいですから、ここで牛丼食べて朝飯です。まだ早いからコンビニと吉野家だけが空いてますね。牛丼でも食おうか。7時半か。足柄サービスエリアです。あちらきっと箱根ですね。箱根の山だと思います。鎌倉までは遠いですね。ここまで220キロか。ちょっとここで休憩ですね。めちゃくちゃ大きなサービスエリアですね、ここ。もう7時半なのにお客さんはほとんどいないですね。ちょっとここでコーヒータイムですね。コーヒーは家から持参してきています。お湯を探す。サービスエリアいいですね。湯がありますから。じゃあコーヒータイムで。お菓子はなんだ。源氏パイか。源氏パイ。ああ、本当に疲れた。5時じゃない、5時とか2時間半か。ここまで220キロ、さっき言ったかな。220キロですね、家から。ああ、やっとかかりましたね。ここ鎌倉駅の多分裏ですね、駐車場。駐車料金15分100円。12時間最大1400円。あ、これ見て、俺多分ここをセットしたんだ。三級駐車場だって。まず鎌倉駅行こうね。はい、鎌倉駅ですね。朝雨だったけど炎天下になってきたね。これは暑いですよ。今から、鎌倉観光開始ですね。もう9時50分になっちゃったな。この駅を写真撮っていこう。この駅から出たとこ、これが若宮大通りですね。道白線です。桜名所になってるやん、これ。これが道、これが道白線の日か。はい、若宮大通り道白線ですね。どういう道かは書いてないけど、まっすぐ行くと鶴岡八幡宮、 1.5 キロぐらいあるんだよね。じゃあ頑張って歩きましょう。日本の桜名所100選、若宮大通り。何か書いてある。若宮大通りの桜は大正7年に植えられてるのか。ということです。すごい怖いですね。すごいね、この、これが、まあ、多分桜百選の桜ですよ。この顔がいいじゃん。かー、すごいすごい。でっかいね。でっかいでっかい。こっちもでっかいね。
ダンカズラ。このまあ高いこの道をダンカズラっていうか、これが二の鳥居みたいですね。この狛犬の写真撮ったかな。若宮大通り。いいね。なんか昔の書き方でわからなくて。ダンカズラ。おお、感じいい道です。まだこの桜はきっと若いな。これは満開の時は見事な桜のトンネルができますね。さすが鎌倉、こと鎌倉ですね。ところどころ古い、あるいは酒屋か、古い家がありますね。蔵もあるじゃん。じゃあまあ新しい家か。ここだと60分110円だもんね。高いんだな、ここ駐車場が。最大いくらってあると、はい、もうなんだ、八幡宮入り口の三の鳥居ですね、これが。結構観光客も行さんいますね。ここはまあ一年中多いんだろうな。八幡宮の優秀楽器があるな。建造物の保存じゃなくて歴史的風土保存地区になってるね。これ七夕か、これ。何が？亀が。ああ、亀が。これはもうコラボしてんか。そうなるだ。七夕祭りか、もうすぐ7月ですからね。なんか書いてあるじゃん、いっぱい。すごいね。ネットにはここまで上がって古向きなさいと書いてあったね。あれ、海まで見えんじゃん。海まで見えるんかなと思ったら、なんだか、まあ、なかなかすごい感動ですね。息が切れた。あの緑の切れたとこが二の鳥居か。ああ、向こう側のな。どこ、ね、これがなんだ、どっちが右大臣で左大臣だ。ああ、これが頼朝なんか、そうでもないか。頼朝みたいな顔しとるじゃん。この奥は参拝料が出ますね。拝観料200円。大口であそこ入るよね。まあここでいいや。おみこしか。何のみこしなんだろうね。え、あれも撮影禁止。あ、本当だ。明治天皇も参拝に来られてるみたいですね。明治天皇鎌倉なんとかって書いてあるね。閲兵したんだって。あ、兵隊の閲兵してんの、うん、明治天皇が。のところ、いつの時代だ。あ、多分日露戦争かなんかの辺でやろうって閲兵したんかな。こんな感じですね。よし、じゃあちょっとあるけど県庁島だるこ。なかなか堂々としたいい作りですね。
丸山稲荷、稲荷社があるのか。八幡宮から建長寺来るこの道が鎌倉七切りの一つみたいですね。七切り通しの、この鎌倉入る七つの道を峠にして切り裂いて防衛しとったんですよね、鎌倉を。もうちょいか、きついよ。あの切り通しを抜けるともうすぐ建長寺ですね、入り口がありました。はあ、暑いからきついよ、今日はきつい。五山第一となってるな、鎌倉五山なんだよな。まああんまり行く気ないけど、この半蔵坊、この辺からの眺めがすごいいいって書いてあったけどな、ネットに。いや、どういうお寺だ、優勝書きがないか。駐車料金600円になっとったね。この門じゃなくて奥にすごい立派な門があるんですよね、三門が。ここがいいや。よし、お、感じいい愛妻があります。サザレイシ、あ、君が代の、これあっちこっちになるよな、うん、お、君が代の石、サザレイシ、まあ、紫陽花は割りかけとるか。すごいね、この寺は。あの三門も、三門っていうのか総門っていうのか、なんちゅうんだろうね。書いてあるな、三門と書いてあるのか。三下脱の門だって。三下脱門の略。なんだ、空無双無差を表したこの三門をくぐることによって、あらゆる確執から解き放たれる気持ちが良くなるんかね。古そうですね。これなんで伊豆書いたって。あ、でも1775年になってるな、建物は。おびんずる様、持ってかれへんか。この木かな、名木百選のなんとかって木があったはずなんだよ。白神とかいたのか。名木百選のあれがないな、案内が。このでもすごい、この幹がすごいが、これはなかなかだよ。わあ、すごいね、仏さん、かっこいいな。わあ、天井もいいね、なかなか絵がいっぱいあります。いや、降りそうですね。今大仏さんがおったのはここですね。その奥に本殿があるみたいですね。あ、いくつもあるんだ、そのまた奥にもあるんだ。へえだ、甲骨屈方東海っていうものか。あ、こちらの仏さんもすごい。あ、この竜、これが有名なんだ。お、なんか天井見上げてたら竜がおって、なんか書いてあったよ。
だから建長寺があった時からじゃないね、建長寺の創建が2000年かかって、750年を記念してあの龍の絵が描かれたみたいですね。2000年に作ったんか、だからその750年前だから1250年、あ、鎌倉時代だな、この時にこのお寺ができてるんですね。こんな感じです。目がどこだ、目がわからん、あ、こっちか。臨済宗建長寺、この奥に庭園があるみたいですね。土足禁止、あ、こっちは撮影禁止か、座禅中はか、座禅中は禁止。うわあ、広いね。あの金ピカの門もいいじゃんか。北条竜王殿、これ庭があっても降りれへんじゃんな、土足禁止な、土足でここは上がってないから。これ国史跡か、庭園、あ、綺麗だね。あ、これすごいわ。創建当時にあるって。創建当時から、鎌倉時代から、ね、やっぱり頼朝が作ったんかな、ほうでもないか、頼朝の後か、創建750年。なかなかすごいね、金ピカの門、カラー門と書いてありますね。1628年、もう江戸時代だな。あ、家光、お坊の方、家光の母の、お坊の方がこう祀られてるのかな、きっと。そんな感じですね。蓮がポッと花咲かんかな、朝か咲くの。11時40分鎌倉駅に戻ってきました。このバスでだから楽勝ですね。でもすごい人ですね、ここは。観光客がいっぱいです。すごい短かったね。さあ、飯でも食おう。この後はしらすでいい、しらす食う。この後江ノ電で鎌倉の大仏さん見に行くんですけど、まず食べてからだな。駅にあるんじゃないか、これ、なんて読むんだ、なんとか。カレー屋さんですね。昼飯はカレーにしよう。他にもあるよ。他にもある？何にしようかな。なかなかうまそうなカレーですね。エビカレー。あー、腹減った。おーい、いいので。これが江ノ電のマークだ。まあ一駅か二駅ぐらいだな、きっと。こういう感じですね。まず長谷、ここで大仏さん見ますね。稲村がここでこのなんだ海を見て江ノ島行きましょう。
はい、長谷駅です。すごいですね、みんなこれかも大仏さんに行くんじゃないだろうな。すごいごちゃごちゃした駅ですね。あっちが駅の出口だけど、IC でこっち出ちゃったんか、そういうことか。これはすごいすごい。高徳院って大仏さんがいますね。あの長谷駅から10分ぐらいあるな、歩いて。お仁王さんがおるね、ちっこな仁王さんが。大黒山っていうか、外人が結構多いんだね、やっぱし。はい、レタスですよ。午前中は、でも気温が上がったから、だいぶ気温が上がったから、これいくらだ、300円か。あ、やっぱり仁王門か。これ不思議なんだよな、本堂がないんだよこれ。ああ本当に。おお、でかいね。大仏さん、まあ、学生がいっぱいだな。おー、いい顔してますよ。このな、背中に入れるんだよ、これ確か。素晴らしい。50円で体内入れるけど、今日は高温につき閉鎖、うん、あ、夏の間はダメだ。せっかく入ろうとしたのに。エアコンつけてる。ああ、背広が、あそこ背が見えるな、あそこ。上がってきれるんや。うん。ね、なんかいろいろ説明書きがあったと思うけどね。こんだけのことか。あの大仏殿っていう建物があったんだ、うん、でこれがその縁石なんだ、うん、まあ、いつ頃から建物がなくなったかわからんけど、そうそうそう、大仏殿ってこれ奈良と同じようにお堂の中に大仏さんがあったんだよということですね。これが縁石です。大仏堂になって道になってるんで、あ、こんだけか。行き止まりで待っとるだけだ。ところどころアジサイが咲いとるけど、もう終わりなんだろうな。うん、あ、そう大したことないね。じゃあまだ早いから長谷寺も行ってみようか。長谷寺、長谷寺にはアジサイがもっと綺麗なやつがあるから。こっちの奥が長谷寺ですけど、こちらもすごい人ですね。今きっとまだなんだ、アジサイが咲いとると思いますね。アジサイの頃はすごい人だって書いてあったから。鎌倉のお土産は大仏さんか。はい、長谷寺ってありますね、立派な提灯がありますね。どこへ入るにも配管料がいるね。ここは400円と書いてありますね。400円。本尊の11面観音像は日本最大級の、あ、木造りの仏像ということか。うん、でやっぱここがアジサイですね、境内のアジサイ。まだ咲いとるかな。なんか立派な提灯ですね。銀座がようわからんじゃん。寺や三門、これかな。
です。うん、ここから入って庭があって、弁天堂、正堂、観音堂が本堂のことか。うん。だな。眺望散策路まであるよ。紫陽花とかいるみたいな。あっちに紫陽花があるんか。うん、まあ適当にこうに行って見てちょっとあっち行ってっていうことだな。おお、綺麗な庭があるわ。おお、ハスが咲いとるわ、一輪だけ。おお、いいね。金魚もいっぱいいるか。あっちも咲いてるわ。紫がいいね、キキョウだって。白いキキョウも。白いキキョウ、これもキキョウ。うん。うったもね。感じにはですけど、人が多すぎるのが難点だね。あ、ほだね、これで上上がってけいや。お、苔が感じいいね。この人手です、すごいですね。これが本堂みたいだね。おおか。あ、ここに本尊の十一面観の菩薩があるんだ。木造の観音菩薩で一番大きいと書いてあった、さっき。どっかに。ああ、そこから海が見えるか。まず参拝しておくか。おお、すごいね。湯河湾、あれ変なんだろうな、きっと。あれが鎌倉の町だろう、きっと。でも砂浜が見えんからな、江ノ島まで行かんといかんね。アジサイの入り口で、ああ、もうやっぱ埋まってるな。鎌倉っていうアジサイか、これ。サイロ入り口。じゃあちょっとズルして、本当はこうやってまだずっとあるけど、もうここでいいや。ああ、ズルして割りていいや。よし、じゃあ長谷寺これで終わりだね。こんな感じですね。さっきのあの十一面観のあれね、写真がないかな、あれを撮っときたいな。なんか撮影禁止だったですから撮れんかった。日本一大きいと書いてあったよ、十一面観。よし、まああの稲なんとか先はいいか、稲村ヶ崎か。もう湘南まで行こう。あ、湘南、江ノ島まで。うん、そうしよう。はい、江ノ島到着ですね。海はどこっちだろうね、やっぱ海。どう見ても。ここもすごい人ですね。まあ、どこもかしこも鎌倉すごい。鎌倉ビールなんていうのもあるんだね。これも江ノ島のあの神社上がる参道なのかな、これ。こんな感じはするな。江ノ島別在店道標、あ、道標か。なんかなと思ったら。アジサイの道路だね。はい、これが江ノ島への大通りですね。
この竜の彫刻がなかなかじゃないですか。ね、江ノ島の東の浜、海水浴場になってますね。日本一の浜、海へ。結構高いのこれ。スロープある。まだあれだけど、海開きはして準備中だねこれきっと。よいしょ。江ノ島イーストサイドビーチか。うわ、あのすごいきめ細かいな、砂が。あ、気持ちいいね。うわ、あっちはサーフィン乗っとるわ、しっかり。ここはサーフィンのメッカみたいですね。ね、あちらが江の島か。もっと静かな海水浴場かなと思ったけど、結構波があって、あちら大勢の人がサーフィンやってますね。じゃあこんな感じですか。おっと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 。ここ安いじゃんか、刺身定食。シラスもついて1200円だ。海に近いから。うん、ここはシラスの名産地ですね。シラスのこの丼いくらぐらいするんだ、シラスの。なんか何近い。おー、うまそうなのがいっぱいあるね。ネギトロシラス丼で1000円。あ、1000円か。うん、こんな感じですね。ネギトロシラスイクラ丼で1400円。はい、来ました。鎌倉へ戻ります。なのですごい人ですね。わあ、ガラガラじゃん。よかったね。今日の宿です。天然温泉スーパーホテル。大きなホテルですね。これはビジネスホテルだよな。あ、これ電タ自転車もあるんかこれ。はい、よ、ちょうど4時ですね到着。じゃあその入り口で写真撮ってやるわ。部屋狭いですね。ツインの部屋ですけど、大きいベッドとちっちゃいベッドですね。テレビ、大きなテレビがついてるか。あっちが藤沢の町、まあこれ藤沢駅のすぐ近くなんですけどね。スーパーホテル湘南だったかな、というとこですね。ここは天然温泉をどこかから湯を組んできとるって言っとったね。あ、一応バスもついてるのか、ということです。いや、歩いた、疲れた。まず温泉行くだろ。うん、汗いっぱいかいたで。それからこの番号持ってっけ。うん、これそれからあと、1人3000円6000円分の食事、ですね。外で食うことになります。風呂で写真撮れんかったけど、現場の湯という天然温泉なんですね、このスーパーホテル、ビジネスホテルなのに。湯河原温泉って書いてあったの。湯河原温泉から持ってきてるみたいですね。万葉集で歌われた温泉だとかなんか書いてあったぜ。あ、さっぱりした。あとは居酒屋なんだったかな、寿司なんとかっていうところ行って晩飯ですね。もう3000円分は券がもらえとるから2人で6000円分食えますね。すぐ近くに
ファミリーマートがありますね。正面が藤沢駅か。で、店屋が食堂はどっちだ。線路沿い。まあこっちでもいい。結構藤沢駅前は繁華街ですよ。食うとこ飲むとこがなんか行さんあるみたいですね。楽しみですね。はい、今日の晩飯あそこですね。海鮮居酒屋いろは丸、ここで食べましょう。もうなんかうまそうのがいっぱいありそうですね。おー、いろは丸いいよ。何があるかな、なんか一品料理もいっぱいあるんだ。わあ、こんだけあると迷っちゃうな。おー、すごいすごい。とりあえず何頼んでいいかわからんから、寿司屋のサムギョンプル、サムこれは肉だね、これと刺身盛りと、それでとりあえずこれ頼もう。うん、お願いしました。一番搾りですね。お汗かいたからとりあえず乾杯ですね。はい、はい、あーうまいね、たまらんす。刺身の3点盛りだけど3種類じゃないんだよな。1、2、3、4、5種類。あ、切り身が3つずつってことか。そうだね、5点盛りは5切れずつあるってこと。でも5点盛りは今日やってないって言ったけど、な、同じやつを追加するだけやんな。うまそうですね。早速食べましょう。どれどれ、これは何や、なんだかな、それこんなん見たことないの。白身魚か、それ。ようまいよ。これはうまいですね。この食べ方がいいね。まあ、なんか知らんけど、まあ、カリカリの鶏天ですね。うん、これもこれで500いくらなん、安いよな結構。うん、うん、美味しい美味しい。違う、390。あ、390なんかこれ。うん、うまいね。ビールが美味しいね。汗かいたもんね。はい、次に出てきたのがゴーヤの浅漬け。うん三浦野菜の浅漬け。あ、それか、ちょっとちゃうじゃない、キュウリだ。こっちはゴーヤじゃん。ここはゴーヤなんで。あ、そうか。かぼちゃがない。かぼちゃがない。ということだって。なんだ、なかなかすごい年が出てきましたね。これは韓国か。うん、なんか、これが包んでたね。うん、おお、座ってくんか、さすが。大口開けて食うだもん。あ、最後に寿司頼みましたけど腹いっぱいになってますね。もうなんか面白い、何頼んだか忘れたな。まあ、これがトロだと思うけど、トロとなんだか忘れて、こっちがホタテか、これがカニ、でっか。トロとメダイと。あ、メダイか。ホタテ、カニ、でっか。はい、そういうことですね。あ、うまかいね。うん、まあ、これで終わりです。まあ、腹いっぱい。腹いっぱい食べやいいわ。だから控えめにしたんだよ、腹いっぱいだから。うん、5貫だもんな、1人全部で10貫ぐらいだろ。トロからいきます。はい、行きましょう。つも同じ顔だ。ということで、食事タイム終わりですね。これで持ってって、ここは冷たいの、コーヒーがあったかいの、ただで飲めるけど、俺こっちでいいや、冷たいやつで。何にする？カルピスソーダ。
カコーラ、カルピスソーダ。ああ、それでいいや。これは朝飯の場所ですね。また明日朝飯の時写真撮りましょう。はい。